酒酒造造株式会社は山口県岩国市にある酒造メーカーであるるメーーカで全国にいくつか存在する同名の酒造会社とは無関係。脱産朝ヒ酒造の特徴は、醸造アルコールなどの復元量を用いず、精米部合が50%以下の日本酒のみを作るということにある。2020年時点では、 山田二式を酒米とする純米大銀醸酒の脱菜のみを製造しており、その名は醸造所が、元は、熊郡周東町遅声にあったことと、正岡式の配合の一つ、脱菜予主人に由来し、正岡式のような新酒の精神で酒造りをしようとの意志が込められている。酒造メーカーとしては普通酒を作らないというリスクの高い経営方針を取っているが、 これは1984年に34歳で家業を継いだ3代目の桜井博士が、もともと酒どころではなかった山口県内の小規模な酒蔵であった家業を躍進させるために、酔うため売るための酒ではなく味わう酒を求めて、とのポリシーの下で、それまで醸造していた、普通酒、朝日富士の醸造を止めたことによるものである。桜井の社長就任時は、 会社の業績は最悪であり、当時作っていた酒は品質にこだわったものではなく、魅力に欠けていたため桜井は一年発起し、まず品質の向上に取り組み純米大銀醸酒の製造に特化するという方針を打ち出した。酒作りは当時という専門職が担うという常識を覆し、 当時や無駄を排除し社員による製造を始め、職人の間や乱雑な攻撃に頼るのではなく社員が、正確なデータに基づいて作り、品質管理することで、より品質を追求できると考えた。その五大市場である東京に注目し積極的に売り込んだ。次第に人気が高まり世界20国に輸出する日本を代表する、酒として、各国の首脳に送られている。 桜井博が社長に就任してから純米大銀醸酒造りのための試行錯誤を重ねた。6年後の1990年に精米部合が50%と40%の脱菜の販売を開始、92年には精米部合23%の脱菜の販売を開始した。この高級志向の経営戦略が走行し、東京都で 山口県出身者の口コミをきっかけに、脱菜の風味の評判が広まったほか、海外展開にも成功し、2016年には、売上高が年間100億円を超えるまでになり、日本酒大手メーカーと並ぶ業界8位の売上高を達成するまでになった。朝日酒造の製法の特色として、日本酒醸造に欠かせない当時がいないことが挙げられる。もともとは、 多くの醸造所と同じく当時が醸造に携わっていたが、チビール事業に失敗した際に当時が蔵から離れたのを契機として2000年から当時なしでの酒造りに取り組み、当時がいた頃の経験と感を徹底的に数値化しデータ化することで当時なしでの酒造りを実現した。現在は米の吸水量を頻繁な計量により管理し、 日々発酵状態のデータを社員が分析しながら、醸造管理を行っている。また酒蔵に空調設備を完備し、温度、湿度を調整できるようにした結果、陶器に限らず1年を通して、酒造りが可能になり、生産能力が2倍以上になった。他にも、酒米の王様と呼ばれる山田錦を最大168時間かけて精米し、 日本最高水準の精米部合23%の純米大吟醸を作ったり、もろみから圧搾せず遠心分離器にかけて、無加圧状態で酒を分離した日本酒など、他では見られない製法による酒を製造している。また、シャンパン以上に発泡性が高い発酵途上の濁り酒や缶酒に適した醸造を施した純米大吟醸などの代わり種も製造している。 販売方法も他の日本酒とやや異なっており、酒問屋を通さず、販売時の品質管理を適正に行うことができると認定した正規取扱店、約630店舗に直接卸ろす方法を採用している。しかし、人気に比して、流通量が潤沢でなかったこともあり、正規取引店でない主販店や、百貨店、スーパーなどが、 希望小売価格の数倍の値段で販売している実態があり、そうした販売店に対して法的手段を取ることが困難であることから、2017年12月10日付の読売新聞長官にお願いです。高く買わないでくださいと適正価格での購入を訴え、正規取扱店全前の一覧を掲載した全面広告を出す事態となった。ありがとうございます。